皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。さあ今日はですね、はい、すごいスペシャルゲストですよね。グストヒロインの特集ということでですね、競馬界からはルカ騎手、そしてボート界からは野田選手に来ていただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こうやってやっぱり2人並ぶと、ネクストヒロインだなって思いますよね。そうですよね。そして本当にしっかりしていた渡辺さん。はい。本当に恥ずかしくなりますね。うん。私たちね。私たち。はしゃいでた私たちね。恥ずかしくなりましたけれどもね。はい、ありました。でも本当にあの番組一緒に盛り上げていただいてありがとうございました。ありがとうございます。そしてですね、まあ、年齢もねお二方近いということで、こうやってねせっかくあの揃いましたので、よかったらこうお互い聞きたいことがあったらここで聞いてみようみたいな感じにしたいんですけれども、何かあったりしますか？はい、はい、ブルカ騎手どうぞ。私からはい、のちょっとプライベートとかそういうのじゃ全然ないんですけど、いいんです。のボートレーサーの方もあの体重のコントロールがあるというふうに聞いていて、騎手もあの負担重量が決められているので、その範囲内で体重コントロールをしないといけないんですけど、ボートレーサーの方はどういうふうに体重をコントロールされているのか気になりました。どうですか野田選手？そうですね、ボートも体重管理があるんですけど、47キロが最低体重なので、47以下だと重りをつけるんですけど、まあ、その47以上だと別に上限はないんですけど、軽い方が有利ですね。私も養成所入る前に10キロ減量して養成所に入りました。10キロ。はい、10キロ減量しました。わあ、そうなんですね。ルカ騎手はその体重制限というかコントロールってどうされてるんですか？はい、そうですね、私たちは逆に上限というかこの決まった体重で乗らなければいけないので、軽い分には重りを入れてそこに揃えて乗るっていう形なんですけど、皆さんサウナ入ったりとか汗取りして体重をコントロールとかしてる方もいらっしゃいます。なるほどね。その競走馬の体重っていうのも関係してきたりもするんですか？いえ、馬の体重は関係なく、馬の年齢であったり性別によって背負う重さが変わってきます。へえ、そうなんですね。でボートはねそないですもんね。そうです。ただやはり全体的に小柄な女性が多いので、減量というよりも増量で苦戦してる女性選手の方結構見かけますね。そうなんですね。やはりあのベスト体重っていうのが47っていうのがあるとですね、重りって詰めば一緒なんですけど、やはり負担でしかないんですよ。あのベストに 500g ずつの重りを入れていくんですけど、それでも足りない人はボートに重りを引くんですよね。したらやはり操縦性が変わったりとか、だから多かったら4キロとか全体で積む人でもいるんですよ。そしたらやっぱりベストパフォーマンスができないので、やはり47っていうのがですね、で出場するっていうのをみんな目指して増量してますね。そうなんですね。そうでもあるんですね、やっぱりね、アスリートの中ではね、体重とかね、はい、まあ、他に、はい、聞きたい方、はい、どうぞ。あ、ごめんなさい。いやいや、こっち向いて聞かんでもらっていいですか？どうぞ渡辺さん、質問を。いや、そのですね、はい、あのお二人とも、まあ、小学生の時に、っていうの、まあ、ある程度その、まあ、僕らでいうその就職先を見つけたみたいなとこあるじゃないですか、はいはい、そのご両親の反対とか、例えば、初め私騎手になりたいとか選手になりたいって言った時、っていうのを、まあ、反対って言ったらあれなんですけど、反応か、あの反応みたいなのってどうだったんです？ちょっと古川騎手からちょっと教えてもらう。はい、私は最初競馬学校を受験したいって言った時は特に反対もなく、多分親も受かると思ってなかったと思うんですけどそういう感じですかね。狭き門ですからね、まあ 競馬が好きなら、まあ、受けてみたらという感じで受けさせてもらいました。でも実際こう受かった時ってどんな反応だったんですか？
一緒に喜んでくれました。あ、そうなんですね。したいことをしていいよっていうあれですね、うんうん、野田選手はどうでした、はい、私も全然反対とかはなくて、うん、兄が本当はなりたくて目指してたんですけど、うん、身長がもう大きすぎてダメだったんで、はい、その頑張ってる姿を私も見てたんで、うん、全然反対とかはなかったですね。あ、はい、素晴らしいわ、そういう親でいたい。何して15歳とか何してました。15歳でしょ、もうさ、受験とかテスト勉強、テスト勉強もしてなかったわ。数学とかで赤点取ってた、全然。それぐらいですよ。そうですよね、将来なんて見てないもんね。だって本当そうです。かディズニーランドで働きたかった、それぐらい。かわいい。それぐらいじゃないもんか。職業っていうのはあんまりね、なかったよ。あれ、マリアちゃん15歳の時入ってた？私15歳から AKB ですけど。すごっ、怖いわ。なんかすぐ辞めると思ってたんで、うん、なるほどね。はい、そんな、確かにこんな続くと思わなかったんですよね。うん、でも私も16歳からこの業界入ってた。早っ。そういえばですよね。まだそんなこと思ってなかったけど、ね、15歳の時はね。うん、あ、じゃあ、マリちゃん、はい、はい、私いいですか、はい、あの休日は何されてますか？ お二人は。じゃあ古川騎手お願いします。から、はい、あの普段結構朝が早くて、うん、馬の調教は朝一で行うので、なので休日は結構寝てることが多いですね。ゴロゴロしてます。そうですよね、貴重ですもんね、休日がね、うん、はい。野田選手はどうですか？私は練習ができるときは練習に行ってますね。あ、はい、すごい、すごいわ、やっぱり休日までも休日までも、までもです、仕事だった。ちょっと僕も娘をですね、はい、騎手かレーサーにしようと思うんですけど。どうぞ。ちょっとなんか業界のセールスポイント、いいとこあったを教えていただけますか？なってよかったところとか、なってよ、騎手なってよかったところとかあれば。セールスポイントありますか？古川騎手ありますか？そうですね、本当に勝った時の喜びが、本当にたくさんの人のおかげで競馬が成り立っているので、その喜びを勝った瞬間にこう味わえるのは騎手のいいところかなというふうに思います。素晴らしい、はい、野田さん何かあります？私も一緒ですね。あとなんか自分が頑張ればそんだけ成績がついてくると思うので、うん、その自分のやる気次第で変わっていくので、すごいやりがいがあるなってすごい思います。賞金も変わってくるしね。そうですね。誰もこれの話してなかったからね。何も言ってなかったんですよ。ね、あの 20年後デビューしますんで。あ、はい、なるほど。20年後くらいかな。でも可能性はありますからね、一緒にやれるっていうね。ありますよ、そうですよ。全然ありますね。まだまだですからね。はい、じゃあもういいですか、質問の方は。はい、もう大丈夫ですか？満足します。はい、ということで。お二方今日は長時間ありがとうございました。ありがとうございました。これからも応援してますので、体調に気をつけて頑張ってください、はい、頑張ります。ありがとうございます。さあ、それでは皆さんもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。